よいしょ。おお、新しいポイント、ここいいじゃん。すげえ、めちゃくちゃいい隠れ家。やろうやろう。ここで足がさ、ほら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 、よいしょ。うん、エビだ。エビがいた。シュリンプ、シュリンプ。蹴っ飛ばし、ほらほら、出た出た出た、ゲット、フィッシュ。なんだ、うお、よしのぼり、よしのぼり、でかいな。またよしのぼりゲット。よしのぼり、いいね。うわ、ここのこのポイントめちゃくちゃいいわ。 あそこポイントだぞ。あー、これいいぞ。これはどうだ、出た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 、でかいエビ、スジエビ。よいしょ、なんかいるか。あ、よしのぼり2匹。なかなかガサするにはいいポイントだな。エビかな。こういうのは大体なんもいねえ。あ、ちょっと流れ早いな、ここ。ハヤとかいるんじゃないかな、流れ早いから。うわ、どうだ、いたいたいた、なに、またよしのぼりか。黒エビ、よし、クラブ、黒エビ。ブラックシーン、ブラックシュリンプ、よしのぼり。これまたよしのぼり。糸トンボのヤゴ。はい、よしのぼり。あ、出ちゃった出ちゃった、大量。何匹だ？これなんかすげえ柄がいい感じ。よしのぼりだらけだよ。
カエル。うわ、逃げた。うわ、逃げられた。よし、危ねえ。逃げられた。くそー、カエルいたに。あ、危ねえ危ねえ。よし、登り。干からびちゃう。ほら、でか。うう、相変わらずのよし登り。ここがいいな、やっぱ。ここに網置いといて、上からこういくと、ほら、こんな感じで、はい、よし登り取れすぎ。あれ、あ、いた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 。やっと新しい魚種、これ土壌、マドジョ。やっとよし登り以外の。うわ、やばいやばい、逃げる逃げる、いや逃げる逃げる、やばい、逃げる。ちょっと待って、マジか、マジかよ、逃げちゃった。あ、痛い痛い、お母さん。危ねえ危ねえ。入った、あ、入った入った。お、すげえ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 。やっと新しい魚、いいね。やっぱ探すといるな。いるんだよ、隠れてんだ。めちゃくちゃ取れた、めちゃくちゃ取れた。これはなんだ、お、モツゴ。これモツゴでしょ。あ、あべ、あべ、逃げる逃げる逃げる。モツゴと、これは浮き彫りだな。で、よし登り。よっしゃ、ここやってみるか。ほら、おお、ちょ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 、ザリガニザリガニ。おお、モツゴもいっぱい。モツゴじゃない、ヨシノボリか。ヨシノボリがいっぱい。タガメの餌にするか。でも多すぎだな、これは。さすがにこんなに多すぎ。よし、カエルも捕まえた。ほら、カエル。よし、そしたらもういいだろう。こんなもんで綺麗にして観察しましょう。
そしたらヨシノボリ大きいの5匹ぐらいをうちのタガメの餌用に持って帰ります。これちょっとこれに分けてね。大きいヨシノボリを、あ、これかな、あ、大きい5匹ほどね。あ、浮き彫りもいっちゃう。あ、エビも持って帰るか。エビ、これトラ柄でかっこいいな。 1,2,3,4 あと1匹。 OK、 あとはこれは逃がそう。こっちはリリースです。どこがいいかな。あ、この淀みがいいかな。濁っちゃった。オッケー、よし。そしたらこっちは申し訳ないけどタガメの餌としてうちへ持って帰ろう。よし、そしたら終わります。めちゃくちゃ取れたけど、でもヨシノボリばっかりだったな。ちょっといろんな魚種が見たかったんだけど。